東日本大震災をきっかけに岡山県に避難移住してきた人たちを支援する団体があります。ホット岡山です。この春から新たな取り組みを始めることになったのですが、この団体が見据えるのは南海トラフ地震の際にも求められる広域避難のあり方についてです。13年前のことを、ね、3月になるとすごい思い出すと苦しくなります。震災の前に戻るのを待っているのか、次の新しい段階に進むのを待っているのか。13年経っても忘れられない思いを語るのは、東日本大震災をきっかけに東北関東地方から岡山にやってきた避難移住者です。昨日、避難者支援団体ホット岡山と岡山県が開催した交流会、参加者からは避難当初の生活の苦労も聞かれました。最初はだから、子供小さかったので託児を探さなきゃ、仕事を探さなきゃいけない。で、僕は半年限定の移住支援住宅にうまく入れたんですけど、その先の住まいをどうするかとか、生活の基本的なところがむしゃらすぎて過去の記憶がないんですよ。再建するのが大変なので、そのような思いは二度としたくないと。ホット岡山はこういった広域避難者一人一人の事情に応じて手助けする仕組み作りをこの春から始めることにしました。中国地方でも、大規模災害として南海トラフ地震が皆さんも意識されてこられてるかなと思いますが、避難先地域での支援がこうバラバラなので格差が生まれたり、そういったことが生活再建の大幅な遅れ、その後の暮らしや人生に大きな影響を与えるのではないかな。今月1日に開かれた広域避難について考えるフォーラムです。避難先によって受けられる支援の程度が異なることや地域での孤立化など、避難者の生活再建にはさまざまなハードルがあると指摘されました。発生が懸念されている南海トラフ地震では多くの人が広域避難を強いられる可能性があり、官民共同での体制づくりは急務だといいます。広域避難といった現場はやはり制度がなかなかない中なので、どうしても支援者頼りになってしまったりとか、一人一人がどう今後生活再建ができるとか、ちゃんと向き合った支援のあり方っていうのがやっぱり大事なんだな。こういった課題というのは我々がこれから考えて解決していかないといけない。岡山県としても準備をしていかなければいけないと。13年前の教訓を生かして、ホット岡山では今後避難者個別の事情に応じたケアをする災害ケースマネジメントの研修など、支援者の育成に力を入れるということです。広域避難された方々が、自分の生活をきちんとこう再建できるまでには本当に時間がかかると思うんですけれども、やはりこうした一人一人に合った支援というのが求められますよね。そうですね。13年経って、ね、原稿にもありましたけど、2万9000人の人が今も避難してるんですけども、最大の避難者47万人まで膨れ上がったんですね。で、その一方で南海トラフ地震は今後30年以内に 70% から 80% の発生確率と言われてますけど、その時政府が想定している避難者というのは880万人なんですよ。もう桁が全然違うので、それだけ本当の大規模な規模を周りの自治体でどうやって避難、広域避難を受け入れるかというのも全く規模が違うので、本当にしっかりした備えが必要になってくると思いますね。その備えというのも物理的なものだけじゃなくて、身体的な精神的な面というのもサポートが必要になると思います。